僕はレッツでとんでもないシュート決められた。ひょっとこゴール？ひょっとこゴール。ひょっとこゴールね。そう。この指導者として久保達彦面白いな。ツバ。ベル。ベル待ってない。こうやって。ないと思うけど。バン。感覚。感覚ね。感覚。まあ感覚ですよね。プレーが読めない、うん、次何してくんだろうこの人、うん、例えばどういう風な感じなの、この守備ついてて、うん、どういう風な動き方したりとかするの、タツさんは。いや、なんかそのセオリーもないんだよね、きっと、うん、こう風にやってて、俺がこっちついたから、あ、こっち空いてるわ、うん、あ、今こっち裏行けそうだから行くわ、うん、とか、うんうん、ちょっと裏無理だからちょっと足元行くわ、うん、何って言われたら多分本人の中でもこう説明できないような、できない。でそれを俺現役終わってから、うん、タッチさんとそういうこと話す機会があって、うん、タッチさんこの時のこうってどうだったんですかって聞くと、うん、やっぱりほぼ返ってくるのが、うん、わからん。だから結構、まあ僕らフォワードで、うん、まあツボディフェンスで、うん、やっぱりその対戦してる中で、J リーグの今までの中で言えば、大久保嘉が191点、うん、佐藤久人が161点、タツさんは94点かな、うん、でまあ一応バンドもまあ87点迫ってますね、うん、バンドも近いですね、うん、そう、うん、なんやけど、やっぱタイプは多分それぞれ多分違うくて、結構俺とか久人はゴール取るためにどういう動きをすればいいか、うん、どうすればいいかみたいなのを、うん、案外感覚と思われがちやけど、うん、まあちょっとロジックな感じで動いたりとかしてるところあると思う、うん、ある、わかる、わかる、うん、タツさんとかは、うん、まあまあ俺はもう本当にもうこのもうスケールという形やけど、もう枠に収まらない、ね、うん、もうスケールがやっぱ大きすぎて、うん、俺らからしてももうそのじゃあ何点取ってるよねとかどうとかもう関係ないようなスケールのでかさがある。覚えてる試合は、僕はレッツでとんでもないシュート決められた横浜 FC に、ひょっとこゴール、ひょっとこゴール、ひょっとこゴールね。これもちょっとなりかけてるけど、ひょっとこずらないよね。まあどっちかというとね、元がね、そうそう、あのゴールはやっぱりもう度肝を抜かれたもんね。確かに。だからあれもまあ、結構フォワードとしてこうゴールどうやって取るんですかみたいな話した時に、うん、ゴール見ろっていうのよね、うんうん、いやそうなのよ、フォワードってゴール見な、ゴール入らへんから、うん、まあまあそうなのね、うん、これはタッサも言ってたし、ヨシトも言ってたのよ、うん、やっぱ見るよ、もちろんフォワードやから、うん、でもやっぱりそうじゃないところも意識しながらやってしまうからさ、うん、どうしても、うん、キープせなあかんとか、ね、守備せなあかんとか、まあ、それもあるんやけど、まあ、このゴール見ろですよ、ね、でもその言葉にもう凝縮されてるよね、うん、対峙してるこっち側としては、うん、じゃあすごく隙があってやられたかとか、うん、キーパーのポジションがすごい前だったかっていうと、そういうわけじゃあんまりないんだよね。そうだから、すごい狙ってループシュートでもないし、とにかくゴール見えたから強く打ったら入ったみたいな、うんうん、あんなの決められちゃったらさ、ね、もうこっちどうすりゃいいの、うん、確かにどう守るかも分からへんもんね。そう、どう守ろうっていうことを僕、うん、俺はだから何回も対峙してるけど、うん、ある時からこの人をどう抑えようとかどう守ろうっていうのは考えないようにした、うん、もう、うん、バンとか久人とかでやる時とはもう違うスイッチにこの人をそんなことで、ね、こっちが理論付けて考えても何にも当てはまらないから、俺も感覚でもついていくしかない、瞬間瞬間の、うん、感覚で感じながらどう感じてんのかっていうのをお互いにその研ぎ澄ましながらって感じだな。そう、だそういう風になってからもうすっごい楽しかったよ、タツさんと。タツさんと対峙するともう、うん、もう何いろんなこと考えないで、タツさんを止めるっていう、この人止めるっていうだけにも集中して、ね、もうあっちこっちあっちこっち動くのついてったりとか、そのゴールのことを話したりとかシュートのことを話したりするときも、やっぱりそのシュートを打つときはここの足のこの指やここのやとか結構やっぱ言ってたんで、あ、なんかやっぱりそのそんな指のどうこうって考えたことやっぱあんまなかったんで、あ、やっぱそこまでなんか繊細に
感覚的に感じながらやってんねんなっていうのは思いましたし、うん、本当動物で言うとマジでもう野生だと思うんですよ、うん、もう僕らはちょっとこの、まあ、飼いならされてるわけじゃないですけど、うん、そういうこうちょっと人の手が入ったみたいな感じはあるかもしれないですけど、うん、タツさんとかヨシトはより野生に近い、うん、監督ですね。監督やってるよね。これはね、うん、今年2022年の1月ですかね、アンダー12ジュニアサッカーワールドチャレンジっていうワーチャレっていう俗に、うん、言われてるアンダー12の選抜チームの監督をですね、僕とタツさんがしまして、うん、でそこで22人メンバーがいて、僕はまあ初めて監督やりましたし、まあ、22人全員使ってこう楽しく戦えれば、うん、みたいな感じでやってたんですけど、タツさんはね、うん、結構勝負に徹してましたね。本当、うん、あ、そうなんだ。ふとね、こうその合間の時間にホテルのロビーに行くと、うん、一人でこんな感じでタツさんがずっと考えてんのよすごいね、そんなイメージ全くないけどね、うん、でちょっと、うん、お父さん何してんすかとか言ったら、うん、ああぐらい考えてるからね、考えてるから、ね、で練習見てても、うん、結構シュート練習めっちゃして、うん、シュート入らんかったら勝てへんやろ足振れみたいな、ここはこうやってシュート打つんやみたいなのは結構指導してた。おお、そうなんだね、うん、なんか指導者として俺は結構久保竜彦面白いなと、原点だから、ね、コーチとかともこう結構分析とか、うん、映像を見て相手がどうやとかっていうのも、うん、まあ、やるみたいよ。おお、うん、すごいね。まあ、だから舘さんがこうバッていて、うん、その取り囲む、まあ、スタッフコーチ陣が舘、うんうん、さんがやらないところを、うん、きっちりこうやるメンバーとか揃えてチーム作ったら、うん、面白いかもしれない、ね、いや面白い、なんか監督になりそうやなと、うん、じゃあちょっと私の方も、はい、私の方もね、うん、私はね、はい、笑顔、笑顔、皆さんも笑顔を 見たことあると思うんですけど、うん、基本的にでも一般の人はそんなにケラケラ笑うとか、うん、ニコニコするってイメージじゃないと思うんだけど、やっぱまあ人見知りっていうのもあるんだけど、こう慣れてくるとすっごい屈託のない笑顔を確かにしてくれるんですよ、うん、もうね、顔クシャーってなって、うん、ね、想像できないような笑顔をしてくれる、うん、それが見たいがために僕はやっぱり一緒にお酒を飲んだりなるほどね、それが見たいがために一番最初飲んだ時、お前なんかたこ焼きみたいやなうまそうやな言ってたんですよ。言ってたことをもう10年くらい経った後もやっぱ覚えてて、お前たこ焼きやないかっこっち来いこっち来いみたいな、あんねやろな。そう、酒飲みながら何の話するんですか、サッカーですか、それとも全く関係ない。いや、熱いサッカーの話もある、熱いサッカーの話をする時もあるし、なんかよくわかんない適当な話、意味があるんだかないんだかよく分かんない話をしてる時もあるし、うん、まあ、でもあの何を話してる時も総じて言えるのは楽しそう、うん、すごい楽しそう、うん、日本代表はみたいな話をするんですか。いや代表の話はあんまりしないかな、うん、まあ聞けばね、うん、そう聞けば、うん、するのかもしれないですけど、うん、代表の話とかみんなで飲んでる時することあるかな。あんまないな。あんまないね。それを話し出すと、うん、多分もう、 そう、それぞれありすぎて、うん、考えてることとか思いとかね、うんうん、が強すぎて、うん、多分面倒くさくなる、楽しくなくなる可能性がある。そう。だそれはもうこのサッカーダイジェスト TV でやっていただいたらいいんじゃないですか。ね、やっぱりどれくらい、ね、どれくらい尺がいるか分かんないけどね。取った時間8時間使えるのは20分最初で、まあお酒がある程度進んできて、まあね、こうビールビールツボビールビール持ってこいビール好きやな、ビール好き、ビール好き、ビール持ってこいってね、ビールこう持ってきて、ね、で僕せっかく頼んで俺も飲んでて、うんうん、
ビール、美味しいビールを持ってきたら、タツさんも酔っ払ってるから、うん、持ってきてみればやって、全然コップじゃないとか言ってさ。ビチャ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 って、えらい勢いで、コップじゃないところにそう、ね、こぼしたり、そんなタツさんはやっぱり僕もさすがに、タツさん、ちゃんとしてもらっていいですかって、もうタツさんビール持っちゃダメっすって、俺がバーってビールの瓶取って、でそんなんしたら、ね、ぶち切れて怒んのかな、うん、で僕も、まあ、ちょっとそろそろだったけど、さすがにでもテーブルにビールぶちまけられたらこっちも困るんで、そらそらダメ出すなんて、俺ガスと出すと何やっつって、ダメもこぼしてるじゃないですかって言ったら、そもうまあそうか、ね、すまんこれですかね。ああそれ俺も書こうか迷った。携帯なくさないでくださいまあこれは結構よくなくすんですかね。あよく聞きますね。ねよく聞きますよね。僕も一回遭遇したんですけど、まあ飲んでって、まあタツさんがちょっと、まあ、酔っ払ったので、ホテルに、送り届けましたと。うん、次の日に、うんまあ、僕は最後までいたもんですから電話ができて、タツさんの奥さんからかかってきたんかな。奥さん、多分奥さん。奥さんからかかってきたんや。うん携帯その最後タクシー乗ってたんで、そのタクシーとかとも僕はやり取りできなかったんで、奥さんに電話番号教えたりとかして、で結構僕奥さんとやり取りしましたねでもタツさん、俺も携帯をなくなってから一緒に仕事する時があって、うんうん、でなんかもう携帯がないってことで、みんなこういろんなところでこう僕特に奥さんがね、うん、いろんなところ電話していろんなことをやってくれてるのに、当の本人のタツさんは、あなんか携帯とかないってええや自由でええやもうね、まあ、それぐらい多分いろいろ電話かかってきたりとか大丈夫とか何してるのとかってかあるんでしょうね。自由でええなって私はねやっぱりね、まあ、タツさんですから、はい、宣伝しなきゃいけないです。はい、塩コーヒーで、塩コーヒー塩コーヒー、ドラゴンカフェの塩コーヒーで、ドラゴンカフェ、はい、それはもう久保達彦のドラゴン、ドラゴンカフェってもう看板もドラゴンの絵があって、お店行ったらドラゴンの絵があって、塩コーヒーってコーヒーを塩で焙煎してる。ほう、焙煎する、多分その俺も詳しいことまではちょっと分かんないんだけど、うん、焙煎する過程の中でその自分が作った塩を多分どっかで家庭で入れて、うん、で焙煎して塩コーヒーっていうのが、すごく美味しくて、それはちょっと飲みに行きたいな。ぜひぜひ山口県光市に行けばいますから。山口県か、そうまあでもそれも多分まあたまたまっていうわけじゃないけど、うん、塩とかコーヒーとかも、うん、最初からタツさんがやろうというふうな感じではなんか、うんない雰囲気やから、ね、ないですねえ、はい、その辺に関しても聞きました、うん、はい、聞きました。まず ね、そもそもなんで山口県の光市に、うん、タツさんその急に住むことになったんですかって言ったら、なんか一回来て、うん、めっちゃええやん景色そもそもドラゴンコーヒーじゃないよここって、うん、え、うん、いやみんなドラゴンコーヒーで、しかも看板もドラゴンコーヒーじゃないですかいや違うんよ、うん、えじゃあ何なんですかったら、分からんそもそも塩コーヒーも塩コーヒーなんて言った覚えはないって言うんですよ。ああ塩で焙煎してるから塩コーヒーやと。そう、多分飲みに来た人がどうやって作ってるんですか、うん、タツさんがああ塩で焙煎してるんですよ、うん、あ塩コーヒーですね、うん、で塩コーヒーになった多分。タツさんが知らん分からんって言ってるところで他の人がたくさん頑張ってるんです、うんああタツさんのためならっていうね、うん、周りを取り囲む人たちがたくさんいるってね、うんうん、いうことはまあタツさんも多分そういうのね感覚で分かってると思うんですよ。感覚ですね、やっぱり最初から最後まで、うん、最後まで感覚で分かってると思うんで、うん、決して忘れてるわけではないと思うんですけども、うん、しっかり支えている人たちがたくさんいるんですよと、うん、でもまあやっぱこの時代、うん、まあなんかこう考えてとか理論とか、うんなんかいろんなこと言われますけど、うん、やっぱ感覚っていうものは大事なんだなと。そこはやっぱ忘れちゃいけないね、うん、まあもちろんサッカーの世界でこう点を取るとか戦うために、うん、感覚があんまりない人はやっぱり、ねうん、そうね、やっぱりちょっとディフェンダーとしても怖くないですから、うんね、我々もちょっと
感覚を持っていきましょう。そうですね、いろんな感覚を持って、ちょっとね、いろいろ考えすぎちゃいますからね。いろいろ考えすぎちゃいますから、感覚を持っていきましょう。そう、我々のもうちょっとね、はい、タツさん見習って、どうしましょう、こうしよう、ああしようって、はい、そこのね、身を委ねてみるっていうのも、そういうことですよ、はい、うん、まあ特にやっぱりその今の育成年代も含めて、こう教え込まれたりとか、こういうのがいいという風な感じで育てられてる選手って多いと思うんですけど、やっぱこういう感覚とか、そのこういう時に何をしなければいけないっていうのを教えずとも自分の感覚で分かるような選手を伸ばすっていうのも大事かなと思いますね。それぞれの子供たちで感覚が持ってると思うんで、その感覚を伸ばすような育成というのも大事なんじゃないかなと、うん、僕たちはどっちかというとそういうふうな感じで育ててこられたんで、うん、で今特にやっぱり組織だった守備っていうのがかなりどの国もやりますし、うん、どのチームもやっぱりやるんで、うんうんうん、その組織を崩していくのはやっぱりその個の感覚だったり大事やな、ね、うん、結局そういうところだったりもするし、それがこうサッカーの面白さだったりするんで、ね、やっぱまあね、番が言ったようにやっぱそういうのを伸ばしていくっていうのも大事にしなきゃいけないですね、うんうんうん。